回は東久留米市にある川松をご紹介します。最後までご視聴よろしくお願いします。10分ぐらいするとお座敷が空きました。予約なしでも大丈夫です。4人様用のゆったりとした個室です。掘りごたつ式で足が伸ばせるので楽です。今日は上から2番目の切りを頼みました。税込みで1人4950円です。車で来てるのでノンアルコールビールにしました。うな重きたー。まずは肝吸いからオープン。うな重切りです。めっちゃ光ってて脂が乗ってて美味しそうです。うん、早く食べたい。ではいただきます。山椒をたっぷり振って。うなぎの身が柔らかい。箸を置いただけで切れていくようです。文句なし、うまい。安定の美味しさです。今年一かな。おしんこもうまい。肝吸いもうまい。ああ、この美味しさがずっと続いてほしい。食べるのがもったいない感じです。では肝をいただきます。うまいな。食べるのが早くてすみません。あっという間に終わりそうです。ごちそうさまでした。美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回の動画でお会いいたしましょう。